一般財団法人日本総合研究所会長、多摩大学学長の寺島実郎がお送りするこの番組、寺島実郎の世界を知る力。サンスターの提供でお送りします。こんにちは、寺島実郎です。MX テレビのですね、世界を知る力2023年4月版ということで話を始めたいと思います。新年度が始まりましてですね、ここ九段下の寺島文庫からの発信なんですけども、すぐ近くに武道館があります。さまざまな大学のですね、入学式が行われたと、そういうタイミングです。でこの MX での配信もですね、地上波に加えて YouTube でも見逃し配信で見てくれてる方も多いんですけども、ちょうど今日現在ですね、856万回の YouTube アクセスということですね、約その倍の人たちが地上波も含めて見てくれてるんだっていうですね、データ分析を見ながら、この番組もしっかり進めていかなきゃいけないなというふうに思います。で昨年の2月の24日からのロシア・ウクライナ侵攻ということで、これ1年間にわたってですね、ロシア・ウクライナの真相っていうのをこの番組はですね、掘り下げてきてたわけです。この間ですね、実はこの番組を熱烈にですね、見てくれて支援してくれてる経営者の人がですね、僕に漏らした言葉でちょっと僕はびっくりしたんですね。ロシアのことはもういいからですね、日本の未来に関わることについて番組に焦点当ててくださいっていうことを発言したんですね。で私はそのロシアの構造、それ自体が世界を変えですね、日本の未来にも大きく影響するんですよっていう意味でお話ししてるわけですけども、よりですね、本質に迫る情報番組として、もちろん日本の進むべく道をですね、意識しながら発信していきたいと思います。特に今日はですね、3月に激震が走った金融不安ですね、銀行破綻なんていうのが続いたわけですけども、金融危機の可能性を探るっていうところで後半話をしてみたいとこう思います。番組の前半では今月の世界と日本と題し、刻々と変化する世界情勢から日本の今を考察します。前半はですね、世界と日本の動きの中で気になるポイントについて話を始めていきたいと思います。で来月この迫る G7 広島サミットっていうことなんですけれども、世界はですね、戦争と核の脅威の中で、先進国っていうのが果たすべき役割がですね、深く議論されなきゃいけないこうタイミングになるわけです。で見ていただきたいのはその岸田政権ですね。考えてみると統一地方選挙が終わったとこなんですけれども、まだ進行中の部分もありますが、例えばですね、日韓関係の改善だとかですね、それから首相のウクライナ訪問ということで、政権の支持率が上向いてるっていう状況の中にあります。で今朝の NHK の世論調査っていうのの発表になったのを見てたんですけれども、岸田さんがですね、ウクライナに行ったことに対して国民の約6割近くがですね、それを高く評価するっていうですね、意見を持ってるんだなっていうことがこうにじみ出てました。ある面ではですね、現在の政権にとってはなんか追い風の中にあるわけですけれども、別に考えてみるとですね、何やらやってる感を漂わせてるし、国民としてもですね、いいんじゃないかっていう気持ちがそれに反応してると言っていいと思いますけども、ここに書いてある言葉の意味をちょっと申し上げておきたいんですけど、政治に対する期待低減、どういうことだっていうとですね、あまり政治に過剰に期待しちゃいけないなっていうですね、別な言い方すると政治不信の裏返しとも言えるような心理って言っていいと思うんですけども、ここのところ続いたですね、日本の政治の置かれている状況っていうものを考えてみたときですね、旧統一教会の問題だとかさまざまな問題に出くわしてですね、政治に対する不信感みたいなものがあってですね、逆にそれがですね、過剰に期待しちゃいけないっていう気持ちからですね、今の置かれている状況をですね、ほっとして眺めている空気があるんじゃないかなというふうに思います。で僕はですね、日本の政治に今問われているのは主体的な構想力だというふうに思っているもんですから、2つですね、僕の問題意識を絞り出して、伝えておきたいと思います。例えばこの岸田さんのウクライナゼレンスキーとの面談ってやつなんですけれども、もしですね、
本当に日本の政治に構想力があったならば、岸田さんはですね、インドでモディに会ってからウクライナに入ったわけなんです。でその後ですね、なぜロシアに踏み込んでですね、プーチンに会うっていう展開をしなかったのか。で、ないものねだりと思うかもしれませんけども、僕は G7 の議長国としてですね、極めていいタイミングだったんじゃないかなというふうに思います。なぜならば、インドという国ですね、つまりグローバルサウスという言葉をこの番組でも何回も使ってきましたけども、存在感を高めているグローバルサウスを代表する国インド、しかもですね、ロシアとも極めてですね微妙な関係を続けているインドと共同提案をする形でですね、もし停戦だとかですね、何とかしてこの戦争を止められないのかっていうこと、だからさらにですね、本音でウクライナとロシアはどういう和平ならば乗り踏み込む気があるのかっていうですね、可能性を探るっていうところにまで一歩踏み込むべきだったと思います。なぜならばですね、安倍プーチン会談27回ってそこに書いてありますけども、クリミア半島の分離併合を2014年に強行したプーチンにですね、安倍さんはですね27回面談して、北方領土の問題があったから前のめりになってプーチンと向き合ったと。思い出していただきたいのは、その時の外務大臣が岸田さんだったんです、ほとんど。で、ある意味ではロシアとのネットワークも接点もあるはずです。で、そういう立ち位置である日本がですね、この段階でもって一つ大きな役割を果たす重要なタイミングに来てるんじゃないかと、その思いがあるからですね、この G7 を前にしてなぜロシアに踏み込めなかったのかなっていう思いがこう込み上げてきます。それが実は日本が今置かれている状況を象徴する話だと思うから、1としてこの課題としてお話したわけです。で、2つ目の話なんですけども、この G7 のですね、広島で行われるっていうことに少し真剣に向き合うべきだと思います。広島長崎といえばですね、まさに核の被害地なんですね。もしですね、日本が核兵器禁止条約に入れたならっていうのは、この番組でも何回か触れてきましたけども、100歩譲ってですね、アメリカに配慮してアメリカの核の傘に守られてる国なんだから、核兵器禁止条約に入れないんだよっていうですね、配慮が働くっていう部分が仮にあったとしてもですね、僕は皆さんとちょっと共有したいのは、核兵器禁止条約の中身、もう一回ですね真剣に向き合って読んでみましょうってやつなんです。これ核兵器禁止条約っていうのはですね、実は読んでみると第6条に核の被害者への援助っていう条項があるんです。もちろん広島長崎も 核の被害地です、被災地です。だけど実はですね、被爆地っていうのは広島長崎だけじゃないんですね。例えばチェルノブイリのような場所もそうですし、もちろん福島もそうですけども、南太平洋のかつて原爆実験場になったような地域なんかも含めて、世界にはかなりの数のいわゆる核の被災地っていうのがあるんです。で、そういうところを復旧するための技術協力とか支援とかにですね、日本がこの踏み込むと、部分的にですね核兵器禁止条約に対してサポートできるものは参画するっていうような選択肢もあっていいんではないかと。で、今核兵器禁止条約には世界で92カ国が署名して、68カ国がもうすでに批准してます。被爆国としてですね、果たすべき役割っていうのが、やはりこの広島っていうところで行われる G7 サミットの意味なんだっていうことをですね、確認しておきたいとこう思います。で、次にですね、そもそも先進国首脳会議って何なのっていうことについてですね、ちょっとこの G7 の歴史とロシアっていうところを見てもらいたいんです。 G7 っていう仕組みですね、先進国首脳会議っていうのは1975年、思い出す人もいると思いますけど、日本は三木首相だったんですけども、フランスのランブイエ会議っていうのが最初だったんですね。石油危機の2年後だったんです、75年で。79年、86年、93年とですね、東京でも開催されてきましたと。で、そこで思い出していただきたいのは、ロシアがですね最初にこの G7 の仕組みに入って G8 ってなったのが、実は1998年だったんですね。まだソ連が崩壊した後のエリツェンが率いてた時代に、エリツェンがまだ最初に要するに登場してきたわけです。2000年沖縄サミット、プーチンが出てきたんですね。で、2008年、僕自身ある番組の関係で洞爺湖に行ってたのを思い出しますけど、僕のふるさと北海道の洞爺湖で洞爺湖サミットってのがあったんですね。実はその時にはプーチンが一歩引いて、メドベージェフがですね
大統領になってるっていう状況だったんで、メドベージェフが登場してきましたと。で、2016年には伊勢志摩サミットがあったのを思い出す人いると思います。ところがその前、2014年にですね、ロシアの例のウクライナ、クリミア半島の分離併合っていうものに対してですね、G7 がロシアの参加資格を停止したっていうことになってですね、つまりロシアは G7、 つまり当時の G8 の仕組みから叩き出されたんですね。で、そのつまり排除されてしまったことはやむを得ないと思います、あの状況下では。だけどそのロシアの孤立感と孤独感とかですね、それがいわゆる今のプーチンが漂わせてるロシア主義への埋没って言いますか、およそすねものと化した空気ですよね。世界から散々要するに排除されてですね、いいよいいよとケツまくってる感じっていうのがですね、まさにこの辺りから動いたんだなっていうことが多分わかるだろうと思います。私はですね、そのロシアに対してこの締め上げていくっていうのも大変な重要なアプローチなんだけども、一方でですね、この国にやはり国際責任を自覚させる必要があるっていうかですね、この間マクロンが中国に行って面白いこと言ってました。プーチンを正気に帰らせるっていう表現してましたけど、まさに国際責任を自覚させるアプローチが大事なんじゃないかなというふうに思います。で、要するにですね、先進国の首脳が集って、今世界がどうなってるのかっていう問題意識を共有する場っていうのは結構大事なんですね。で、その際力の論理だけではなくてですね、やはり力を合わせてですね、いわゆる協調の体制の中でもって世界を引っ張っていこうっていう流れを作る上で非常に重要だっていうかですね、ですからロシアを排除していくエネルギーとともにですね、逆に責任を自覚させる仕組みに引きずり込んでいく方法っていうのはないのかなっていうことをですね、逆にサミットで議論するような対象にした方がいいだろうと私はそう思います。この後はイギリスの TPP 加盟により世界情勢がどのように変化するのか寺島が考察。次のですね、話題なんですけども、先月ですけども、イギリスが TPP に加盟することになったっていう情報にちょっと驚いた方いると思います。で、そこでですね、イギリスの TPP 加盟とグローバルサウスの動向ということでお話をちょっとしておきたいと思います。まずですね、この貿易自由化の仕組みに TPP っていうのがあるのは皆さんご存知だと思います。このパネル非常に分かりやすいだろうと思うんでですね、これ用意してみたんですけれども、日本が今加盟している多国間の貿易自由化の仕組み、その赤で囲ったところが TPP ですね、環太平洋パートナーシップっていうんです。今もう一つ話題なのが青で囲ってるですね、 RCEP と言いますけども、東アジア地域包括的経済連携と。赤のですね、 TPP にはアメリカが離脱してトランプ政権出てっちゃったということがあるんです。で、逆にそこに今度は英国がですね加入してくるっていうんですけども、加入申請中、中国、台湾なんかもですね入れてちょうだいということで手を挙げてるわけです。で、そこでなんですけども、この TPP っていうところの参加メンバーよく見てもらいたいんですけども、今 TPP 全体では11カ国ですけれども、実はですね、根底に英連邦ネットワークというものとですね、ある種の親和性があるっていうことにじっと見つめてると気づくと思います。もともと TPP っていうのは2006年にですね4つの国からスタートしたんですね。シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュージーランドなんです。そこに20丸ついてるのがですね、英連邦に加盟している国なんですけども、シンガポールにしてもニュージーランドにしてもブルネイにしてもマレーシアにしてもですね、みんなもともと英連邦ネットワークの中にあった国なんですね。ですから英連邦をの問題意識の中でイギリスをこの TPP に取り込んでいくっていうですね発想っていうのは極めて親和性があるってことなんです。一方ブリグジット後の英国にとってみるとですね、この私のこのユニオンジャックの矢っていう本をこの番組でも何回か話題にしたことがありますけれども、このユニオンジャックの矢ですね、イギリスを本土の単体とだけ、つまりグレートブリテン島だけ認識してはいけませんよと。このユニオンジャックの矢っていうのは中東のドバイとインドのベンガルールとですね、シンガポールとシドニー、その先にニュージーランドがありますということで、点を線でつなぐと一直線の矢になりますと。それがシンボリックに表現するとユニオンジャックの矢と言いますという、それの話をしてきたと思います。で、考えてみるとですね、このユニオンジャックの矢の実体化なんですね、イギリスの TPP 加盟っていうのはですね、つまりそれが進化し進行してですね、ついにイギリスにしてみるとですね、
大陸側の欧州から離脱して、ある意味では欧州から孤立感を深めるイギリスにしてみるとですね、この TPP に入っていくってアプローチは通商戦略の中でとって極めて重要っていうかですね、で分かりやすく言うと大英帝国のサバイバルファクターでありですね、グローバルサウス、特にアジアにリーチしていくですね。しかもその先に米州大陸のカナダ、メキシコ、ペルー、チリなんていうのが入ってるわけですから、戦略的にですね、極めて一つのプラットフォームの中に参加していける極めて有力な手立てなんだっていうことに気がつくだろうと思います。つまりこのイギリスの TPP 加盟っていうのをですね、グローバルサウスと先進国であるイギリス、そして日本なんかを含む仕組みのですね、極めて重要な一つのステップがですね、TPP のイギリス加盟っていう、へのイギリス加盟っていうことなんだっていうことに気がつくだろうと思います。それから次の話題としてですね、注目すべきフランスと中国の接近。先ほど申し上げたように4月に入ってマクロンが訪中しましたと。習近平はですね、まさに最恵国待遇のような形でマクロンに接してたっていうのが印象的なわけですけれども、中国のですね、ロシアへの軍事協力を抑えるとかですね、ロシアへの核を使用することに対してくさびを打つなんてことについてかなり勇敢な発言をしてましたと。でそこでですね、中国とフランスの関係の歴史的な背景を僕は一言触れておきたかったんです。っていうのはですね、中国とフランスの歴史的関係、特に中国共産党とフランスっていうのはものすごく歴史的に関係が深いんです。例えば周恩来がですね、17歳の時に日本に留学してた時期もあるんですけども、その後日本がベルサイユ講和会議で中国のですねにあったドイツの利権を奪い取ろうとしたことをですね、中国怒り狂って反日運動としての 5.4 運動というのが起こったのを知ってる方もいると思うんですけども、その後ですね、まさに中国からフランスに留学してってですね、つまりロシア革命直後の2020年ですね、つまりロシア革命の影響を受けたですね、欧州でも共産主義とか社会主義に対する大きな関心が高まってた頃に、習近平はフランスに留学してたんですね、4年間で。さらに鄧小平もフランス留学組です。ですからフランスと中国共産党の根っこっていうのは非常に深いんですよねっていうのがですね、我々の意識の中に置いておくべきだと思います。でマクロンのですね、このスタンス、つまり中国にまで乗り込んでってですね、ロシアを引きずり込んで中国に果たしてもらいたい役割っていうのをですね、真剣に語ってたマクロンの姿っていうのが、この先進国の首脳としての一つの在り方をですね、象徴してるんじゃないかなと僕は思います。で一方、岸田さんがですね、ウクライナに行ってたタイミングに習近平がロシアを訪問してたのをご存知だと思います。で中国とロシアの関係ってのは微妙なんですね。我々は中国がロシアに軍事支援に出ることを非常に警戒してますけれども、中ロ関係はですね、蜜月のように見えて緊張感もはらんでます。で経済的にはですね、中国はロシアとの貿易を増やしたりしてバックアップしているように思いますけども、軍事的にコミットすることについては一線を画してます。この微妙な関係なんですね、単純ではないんです。ですから我々はですね、世界を中ロ連携権威主義陣営対要するに自由主義陣営民主主義陣営の戦いなんていう二極の発想で捉えるということは慎まなきゃいけないってことですね。つまりグローバルサウスに対してどうやってですねアプローチして、グローバルサウスの利害を取り込みながらですね、世界の新しい秩序を形成するかってことに対してもっと強い関心を持っていいだろうと思います。で中国もですね、したたかにグローバルサウスにアプローチしてます。これは記憶の方もあると思いますけども、サウジアラビアとイランの国交回復を仲介してみたりですね。で実は今僕、世界の出来事の中で一番不安に思っていることの一つがですね、僕自身のイスラエルについてユダヤについての本をですね、ここで語ったこともありますけども、あの分析の中で最後に触れてたイスラエルがですね、ネタニヤフ政権が12月にまた蘇ってきてですね、ものすごく強硬な姿勢でもってですね、国内を束ねようとしてます。でその目を転じるためにですね、イランとの緊張関係を高めようとしてると。中東の地殻変動にとってイスラエルが動こうとしている役割っていうのがですね、非常に微妙になってきてます。でそういったことも含めてですね、
グローバルサウスの動向っていうものに非常に注目すべきだというのをですね、今回は触れておきたいと思います。この後は相次ぐ銀行の経営破綻、日本に迫る金融不安を寺島が語る。後半はですね、2023年春金融不安の影っていうことですね。多分先月ですね、経済に強い関心を持っている方はドキッとなったと思います。相次ぐアメリカの銀行の破綻、そしてですね、クレディ・スイスっていうですね、ある面では最もある種の存在感のあったスイスの銀行がですね、破綻、合併、吸収されてしまったっていうかですね、まあ春の嵐みたいなものが吹き荒れたんです。もう一回整理してみるとですね、3月10日にシリコンバレーバンク経営破綻、これはですね、西海岸シリコンバレーを支えるスタートアップ企業のですね、バックアップの仕組みとして大変注目されていた中堅の銀行です。で、12日にはシグニチャーバンク、こっちは東海岸です。3月16日にはファーストリパブリックバンク経営破綻の恐れありということですね。米銀11行から約4兆円の預金を受け入れてですね、いわゆるバックアップすると。それからその FRB、 つまりアメリカの中央銀行がですね、約20兆円の融資をしてですね、分かりやすく言うとその流動性を担保するって言いますか、安定化のために中央銀行が踏み込んだっていう展開をしましたと。3月19日には今度は大西洋を飛び越えてですね、クレディ・スイスの経営破綻の恐れっていうことで、コンペティターだった UBS による買収っていうのがですね、これは実態的にはスイスの政府が主導する形でもって実現してしまったと。しかも買収金額は日本円で約4200億円って言うんですけど、ある意味では銀行の買収としてはえらい安い金で買われちゃったんだなっていうふうにびっくりします。ここのポイントとしてですね、その下に赤く書いてあるやつをちょっと見ていただきたい。 AT1 債っていうですね、クレディスイスが発行してた劣後債って言うんですけども、ハイリスクハイリターンの債券で、これがですね、実態的にはサウジアラビアが金を入れてたやつなんですけど、その債券がですね、2兆3000億円全く無価値だと判断して買収したというね、つまり価値ゼロになっちゃったわけです、その債券の価値が。このことをちょっとですね、頭にちょっと置いといてもらいたいと思います。で、この一連の動きの背景にはですよ、その昨年のロシアウクライナ侵攻以降のですね、大きな展開が背後にあるっていうのは、まあ多分皆さんご存知の通りです。つまりコロナ期にですね、3年間のコロナのトンネル抜ける間に世界こぞって超金融緩和、日本だけじゃなくてですね、異次元金融緩和、ほとんどの国がですね、異次元金融緩和の中に突っ込んでたわけです。つまり経済をバックアップするってことですね、超低金利で量的緩和っていう中に入ってたわけです。ところがですね、ウクライナ侵攻後インフレっていう問題がバッと浮上してきた。つまり原材料価格の高騰ですね。で、そのインフレに対して引き締めに入らなきゃいけないということですね。インフレを抑えるという問題意識で、まさにこのパネルが象徴してますけど、その赤いところがアメリカの政策金利ですね。ご存知のようにパン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 とものすごい勢いで9回にわたってほぼ 5% に近いところまで政策金利を跳ね上げてきた、アメリカの中央銀行はと。で、それが後での話にもつながるんですけれども、日本はっていうとですね、相変わらず黒田日銀10年間ってやつで、水面下どころかマイナス金利って量的緩和の真っ只中にあって、このギャップがですね、日本と世界との大きなギャップなんだっていうことはですね、常に確認しておかなきゃいけないわけですよ。基本的には超金融緩和のバックファイアなんですね。で、一種の余震ショックが起こり始めてるわけです。つまり大盤振る舞い的にですね、超低金利だから金融の貸し出しなんていうものをやってた、それに対してですね、銀行のもう少し縛りかけてですね、貸し出し規制を厳しくしていく流れが起こってきてるってことだけは間違いないんです。ですからまずアメリカをヘッドにしてですね、景気が後退していく一つの前触れみたいなものが起こってるんだっていうのがですね、で、そのシンボリックな出来事として3月に吹き荒れたですね、金融不安の影っていうものがですね、我々の目の前をよぎったと。で、そこでなんですね、その金融不安は解消されたのかってことなんです。これ政府がですよ、中央銀行も含めて本気で動いてですね、まあ金縛りにしてるって言いますか、なんとかですね、そのハードランディングにならないように、世界大恐慌のようなことにならないようにですね、必死になって羽交い締めにして抑え込んでるっていうのが現下の状況だと言っていいだろうと思います。
で、ただですね、経済っていうものは信用で動くんだっていうところをちょっとよく強調しておきたいんですけれども、市場の評価がどこに向かうかっていう危うい状況があるわけです。例えばシリコンバレーバンクの経営破綻だってですね、経営内容が特に悪かったのかとかっていうわけじゃないんですね。市場の評判って言いますか、あそこはやばいんじゃないかと、そういう噂話みたいなのが SNS で増幅されたりします。 SNS 時代の怖さってのもあるんですね。で、世の中には投機筋っていうマネーゲーマーがいます。これらの人たちがですね、いち早くリスクを回避しようとしたりですね、逆にリスクをテコにして儲けようとしたり動くって言います。増幅するんですね、市場の動きを。で、そういった要素っていうのがどうしてこんなに大きくなったのかっていうのをこれからちょっと踏み込んでお話したいと思います。で、私はですね、金融不安は解消されたのかっていう問題に対して、経済っていうものは基本的に信用で動くっていう部分があってですね、信用が揺らぐことによって大きく動いてしまいますよっていう部分を認識しながらですね、今一番気になってるのは実はノンバンクだとかシャドーバンクって言われてるところの動きです。これ全部銀行の破綻っていう話題に今我々は引っ張られてるわけですけども、銀行というカテゴリーに入らない金融機関、これがですね極めて多様化してきてます。例えば証券会社だとか保険業だとかですね、我々の視界に入るような業界だけじゃなくて、まあ、ヘッジファンドだとかですね、金融派生型商品というものを仲介する新しい業態みたいなのがどん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 広がってきてます。で、そのシャドーバンク、ノンバンクがですね、世界の金融資産の5割近くを持ってるんじゃないかっていうですね、この間推定値が出てました。で、ここがですね、一つの潜在しているリスクだというふうに言っていいだろうと思います。で、その中でよく聞かれる質問なんです。日本は大丈夫なんでしょうかって。で、私はですね、日本の法銀と言われている銀行を中心にした日本の金融機関はですね、表面的な指標を分析する限りですよ。例えば自己資本比率だとか流動性を確保しているかだとかっていう関係においてはですね、健全というカテゴリーに入っていいだろうと思います。だけど、これ超低金利が続きですね、異次元金融緩和が10年以上も続いてきている環境の中で、実は日本の金融機関っていうのもですね、誘惑を感じてんですね。なぜならば金利利息では稼げないからですね、リスクの高い、つまりお金預かってもですね、どうやって運用するんだっていう時に、次第にですね、リスクが高いってことは分かってるけど、ハイリスクなんだけど、ハイリターンの金融商品みたいなものに誘惑感じるんです。で、事実ですね、じわりじわりとそういう方向にですね、運用を任せるって言いますか、特に自分自身が運用するんじゃなくて、世界のそういう運用力を持ってると思われるファンドだとかですね、そういうものにただお金を預けてるっていう状況の中にどんどん吸い込まれてます。本当の意味での産業金融力って言いますか、つまり企業と向き合ってお金を貸してその企業を育てる資本主義ってやつですね。その産業金融力っていうやつが日本の金融機関も次第に弱くなってきてるっていうかですね。ですから、この金融不安を駆り立てるようなですね、話は一切するべきじゃないと思いますが、同時にですね、この潜在してる不安って何なんだろうかっていうことにやっぱり真摯に目を向けておく必要もあるという話を続けていきたいと思います。この後は大恐慌やリーマンショック、これまで世界が陥った金融不安の歴史を振り返る。より深く、より広く時代を捉えるヒントを提供する番組と、寺島実郎が示す全体値、恐怖の円安っていう言葉を、21世紀は宗教の世紀、寺島実郎の世界を知る力で、この段階でですね、ちょっと深呼吸して、この金融不安の歴史っていうのをちょっとですね、こう確認しておきたいと思います。振り返ってみるとですね、20世紀何回かの金融不安といいますか、恐慌に要するに世界は出くわしてきましたと。で、一番、まあ、忘れられないといいますか、人類史の中でも重かったのが1929年の例の大恐慌ってやつですね。第一次世界大戦後のですね、アメリカの産業主義、まあ、分かりやすく言うと大量生産大量消費の時代がバーッとですね花開いて、投機ブームっていう、今でいうホームレスも株を買うなんていう言葉がささやかれてた時代なんですけれども、耐久消費財が浸透しですね、まさに建築ブームが一巡したその瞬間に
要するにアメリカに大恐慌っていうのが襲ったと。例えばあの FRB の議長をやってたバーナンキさんがですね、これ去年のノーベル経済学賞を取ったんですね、大恐慌論っていうやつで、その他その大恐慌に対してはさまざまな研究書が出てます。で我々そこから大きな教訓をですね得てるはずなんですけれども、実はそうでもないんですねっていう話をこう触れざるを得ません。まず1933年大恐慌を受けてですね、アメリカはグラス・スティーガル法っていう法律を制定したんです。わかりやすく言うと銀行と証券の間にしっかり垣根を作ってですね分離すると、つまり投機を抑制しようっていうことですね、銀行と証券の垣根を作ったんですね。ところがその1999年、もう考えていただいたらですね、冷戦の終焉っていうタイミングの直後ですね、世界は新自由主義とですね規制緩和の議論で熱気はらんでた時です。新自由主義っていう主張を背景にしてですね、グラス・スティーガル法の廃止っていうのをやったのが1999年だったんですね。つまり銀行と証券の中に間に垣根なんかなくなっちゃったと。でそこでなんですね、その背後にある冷戦後の金融技術革命の進行っていうことについて、これはですね今の世界の金融状況を考えるわけで絶対に知っておかなければいけない事実なんです。どういうことっていうとですね、よく言葉で言われるのが IT と FT の結婚っていう言い方なんですけども、いわゆる情報技術革命、インターネットの登場に象徴されるような情報技術革命と金融技術革命がリンクしたって言いますか。で新しいですね金融工学っていう分野がどん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 台頭してきたんですね。分かりやすく一言で言うとですね、冷戦期ソ連を中心にする東側と向き合ってたアメリカの優秀な理工科系の卒業生は7割以上軍事産業に雇われてたっていう時代だったと言われてます。ところが冷戦が終わってそういう人たちが飯食えなくなってきた。そういう人たちの能力を吸収したのが金融、必要としてたからっていう部分と、そういう人たちが入っていくことによってですね、金融っていう世界が大きく変わったんですね。でどう変わったのってことなんですけども、これがですね、例えばもう70年代からそういうことは起こってたんだっていう説もあるんですけども、この本が実は象徴的な本です。ウォール街のランダムウォーカーってですね、実はこの分野に関わってる人はもう必ずこの本読んでると思いますけども、バートン・マルキールっていう人のですね、これがですね新しい金融っていうのの始まりの象徴だったと言われてる本なんですね。これ日本で翻訳本出てますけども、すでに現状は第12版を重ねてるっていうですね、この分野に関係してる人が読まなきゃいけない本のイロハのイです。でそういう中からですよ、例えば僕が思い出しますけども、ジャンクボンドの帝王マイケル・ミルケンって書いてありますけど、これウォートンビジネススクールを出た男だったけど天才みたいな人だって。で彼こそがですね、それまでだったらベンチャー企業なんかにリスク取って金貸すような金融機関なんかなかったのにですね、先ほど言った劣後債って話題したいと思いますけど、ハイリスクハイリターンの債券で IT 革命の早々期にですね、今でこそガーファムなんてですね、グーグルだアップルだフェイスブックだって巨大なジャイアント企業になってますけども、豆粒のようなベンチャー企業だったんです。そんな時期にですね、このジャンクボンドの帝王と言われたマイケル・ミルケンが思いついたハイリスクハイリターンのですね債券、つまりジャンクボンドっていう仕組みが IT 革命を盛り上げたとも言えるんです。マネーゲーマーとしてマイケル・ミルケンはですねよく批判され、彼自身ですね映画ウォールストリートの主役のモデルなんですけれども、結果的にこの人、要するにインサイダー取引で監獄行っちゃったんですけども、まさにある時代のですねアメリカに新しい金融っていう仕組みが動き出したっていうことの象徴的な存在だったんです。次にヘッジファンドの帝王ジョージ・ソロスって書いてありますけども、ソロスは未だにですね健在で金融の世界のビッグネームとして、私自身このソロスって人3回面談したことがあるんですけれども、ここに今でも僕思い出します。2004年に日本で出版したブッシュへの宣戦布告ジョージ・ソロスっていう本が、これダイヤモンド社から出てる僕が勧誘した本なんですが、考えてみるとですねソロスっていうのはやっぱり見識あったんだなと思うのは、ブッシュ政権に対してアメリカの単独覇権主義は危険だと。でそれがですね後に、例えばトランプなんかを生んでいくような潮流に対して警告を発してんですけど、ソロスはですね、ソロスっていうのはそういう意味においては非常に賢い人物なんですけど、彼なんかがですねまさに
これから今お話しようとしているヘッジファンドの世界みたいなものを切り開いていっちゃったんですね。で、金融工学って何かって、で今までのですね産業金融と違うんですね。産業金融っていうのは銀行が果たしてきた役割、例えば目の前にいる企業、目の前にいる経営者見極め、その会社の経営を判断してですねお金を貸すと、その会社が育って利息をつけて貸したお金が返ってくるっていう仕組みで動いてたのがのどかな時代の産業金融なんです。ところが今金融っていう世界はそんなことでお金を儲けてる世界ではなくなっちゃった。言葉で説明するとですね、何のことかって思うんですけども、数理分析手法を使ったビジネスに伴うリスクを、まあ、要するに金融取引の対象にするってわけです。じゃあビジネスに伴うリスクって何なのと、例えば為替が変動するリスクだとかですね、そのリスクをマネジメントすることをもって要するに金融商品にする。例えばこのデリバティブ取引っていうのは先物、スワップ、オプションなんてのが柱だって言われるわけですけども、リスク、つまり損失可能性の起こるやつをですね、まあ、保険をかけるような意味でヘッジするって言いますか。でそれ自体を金融商品にするっていうですね。で原資は株だったり債券だったりですね、外貨、為替だったり原油、エネルギーだったりですね、不動産ローンだったり排出権だったり極めて多様なんですね。何をもって金融資産というのかっていうカテゴリーがどん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 広がっていってるわけです。でさらにですね、今度は2008年リーマンショックってやつをですねちょっと触れておきたいわけですけども、冷戦が終わってですね2008年に思い出す方もいると思います。リーマンショックが起こったと。何がきっかけでリーマンショックが起こった、サブプライムローンってですね、これサブプライムローンっていうのはですね今の金融工学の花と言われたんですね。実はここにサブプライムローンについての理論ってこれ書いてありますけど、マイロン・シャールズとロバート・マートンという人がですね1997年のノーベル経済学賞を取ったんです。余震リスクの高い低所得者層への不動産ローンの仕組みって、例えばアメリカのマイノリティ、黒人とかヒスパニックって人たち、貧困でお金のない人たちに家を建てさせると、お金を貸すわけですね。返せなくなっちゃうだろうかと誰もが思います。だけど大丈夫と、当時アメリカの住宅市場は3年で倍に跳ね上がると。倍に跳ね上がったところで資産価値高めたところでですね、いわゆる余震能力を高めて買い替えさせりゃいいんだっていうやつですね。つまりその理論でこのサブプライムローンっていうのが成り立ったわけですけども、冷静に考えていただいたらですよ、アメリカの住宅市場は永遠に3年で倍になるのかって言ったらそうはいかないっていうかですね、やがて返せなくなることが起こるんじゃないかっていうことがですね、これ熱気はらんでる時には見えなくなるんですね。で事実返せなくなっちゃった、それがサブプライムローンの焦げ付きっていうやつがですねリーマンショックを引き起こしたわけです。でそのリーマンの教訓を受けてですね登場してきたのが、思い出すと思いますけども、黒人最初の政権といわれたオバマ政権だったんです。2010年にですね、今度はここにあるようにですねリーマンショック後のですね、要するにオバマ政権がドット・フランク法って言ってですね金融規制改革法、つまりあまりにも透明性のないですねヘッジファンドの透明性を高めるとかですね、ウォールストリートの懲りない人々を縛り上げるっていうことですね、金融規制の法律を作ったんです。ところが実は2018年、今度はトランプ政権です、この法律を完全に骨抜きにして解消してしまったんですね。大統領令を出して法律を改正するとこまで持ってっちゃったっていうかですね、でいずれにしてもですね繰り返し繰り返し同じことが起こってる思いで、これ語らずを得ないんですけども、ウォールストリートの懲りない人々の歴史の積み重ねなんですね。で結局ウォールストリートが発信しているメッセージって何なんだろうっていうとですね、借金してでも豊かな生活、借金させてでも経済を浮揚させる、でマネーゲームのためのマネーゲームに次第になってきてるってことなんですね。でそのマネーゲームが引き起こす問題って何なんですか、一言で言うとそれはですね格差と貧困なんです。つまりですねマネーゲームで恩恵を被る人と、そんなことは一切恩恵に値しない人たちとの間のギャップ、これがですね世界における格差と貧困の問題の根底にある問題なんだっていうことをですね、この金融不安の歴史っていうところで確認しておきたいと思います。さらに将来金融不安が起こる可能性を秘めた資本主義の実態に迫る、今日の番組ではですねその金融不安というものを考え直しているわけですけども、これ21世紀資本主義の基本性格としての金融不安の内在と書いてあるところをよく考えていただきたいですね。
信用の向き方によっては金融不安が起こる、要するに潜在可能性っていうものを我々は抱え込みながら走ってるってことなんです。で、金融資本主義がですね、猛烈な勢いで膨らんでます。これを経済学者は経済の金融化っていう言葉をこう言い始めてるんですけども、産業資本主義から金融資本主義にウエイトが移り始めてるっていうことを私はこの番組でも触れてきましたと。で、今その数字よく見ていただきたいんです。実体経済、つまり地球全体の実質 GDP の規模のですね、5倍に迫るって言うんですね、金融資産の規模が。で、しかも先ほど話してる話を思い出してもらいたいんです。金融資産って何を意味するのと。ここでは極めて限られたですね、株と債券だけです。株価の時価総額と債券総額を金融資産と仮にしてですね、ですからそれ以外に多様なものがですね、金融派生型商品という形で金融資産の中に参入してきてますっていう話をさっきしたわけですけれども、限られたカテゴリーでの金融資産だけでもですね、もう実体経済の5倍を超すかっていう勢いで増えてきてるんです。で、しかもですよ、これロシア中国、これかつての社会主義ブロックだったらですね、資本主義圏じゃないからってことで隔絶されてたと言ってもいいんですけども、中国の上海総合指数が毎日のように報道されます。ロシアのですね、モエックス指数っていうのがあるんですけども、ロシアの株式動向もですね、連日のごとく報道されます。それは何を意味してるんだっていうことですね。グローバル経済にロシア中国といえども完全に組み込まれてるってことなんですね。要するに世界の金融経済の動きから隔絶してはいられないわけです。彼らもですね、何やらその二極文化なんて言ってもですね、そのグローバル資本主義っていう枠組みの中からは取り込まれてって言ってるわけです。で、しかもですね、まさに IT 革命、DX によってですね、さらには人工知能なんていう言葉も飛び交うわけですけれども、金融技術は一段と高度化、複雑化してきてます。ですから、デリバティブ取引ってさっき僕触れましたけども、あれ何度説明しても、あるいは何度聞いてもわからないっていうのが本当なんです。なぜならわからないように説明してるって言ってもいいぐらいですね、複雑回帰なものが次々に登場してきちゃうんですね。この大きな流れに対して、これ金融不安の炭鉱のカナリアって不思議な言葉使ってますけども、炭鉱のカナリアっていうのはですね、爆発事故が起こるかもしれない時にはカナリアが探査するっていう言い方をよくするんですけども、炭鉱のカナリアとして注目しておくべき指標って何だろうっていうのをですね、一点に絞るならばですよ、僕考えたんですね。この番組でどういうふうにそれを伝えたらいいだろうか。金価格の動向っていうことをですね、ちょっと触れておきたいと思います。で、頭の体操のつもりで聞いていただければですね、なるほどと思っていただけると思うんですけども、そこにですね、2000年21世紀に入る前の年ですね、仮に日本でですね、1億円の金を持ってた人がですね、一人の人は現金でタンス預金と、一人の人は株式投資、つまり東証プライムですから優良企業への株式投資1億円、一人の人は金っていうものを1億円買うっていう、まあ、こういう行動に2000年に出たとします。で、今それがどうなってるってやつなんですね。現金を持ってた人はタンス預金ですからそのまま1億円だと。だけどその間物価も上がってることだし、実際には目減りしてますよねっていうのが、その9311万円っていう意味なんですね。そこに株式で持ってた人、めでたく1億5600万円ぐらいまでは跳ね上がってますと。 1.5 倍です。結構な話だと思うかもしれません。だけど金で1億円持ってた人はびっくりすると思いますけど、8億1351万円になってるってことですね。つまりこれはですね、どこか、要するに市場の声ってやつなんですけども、金を本位性への強襲って言いますか、金を本位性から離脱してですね、金融という世界はものすごい多様化していったわけですけども、金価格の動きっていうのはですね、潜在している問題を何か象徴してるんではないのかなっていうふうに思います。つまりこの指標はですよ、このカナリアは何を言おうとしてるのかっていうと、市場における潜在不安っていうものをですね、見事に象徴してるんじゃないのかなっていうふうに思います。で、そこでなんですね、日本いよいよ黒田日銀10年が終わって上田新体制でスタートしたわけです。で、さあ日本をどう見るのかってことについてですね、実は来週、まあ、エコノミスト対談ということで白井さゆりさん、真壁昭夫さんとですね、対談編っていうのでですね、日本の置かれてる状況についてより踏み込んで議論してみたいと、こう思います。サンスター寺島実郎に直撃。
寺島実郎に直撃と題しまして、ビジネスパーソンはもとより学生や主婦の方などから寄せられた質問に寺島さんがズバリ答えるというコーナーです。さあ寺島さん、新学期も始まりましたね、はいはい、新年度も始まりましたが、はい、今回は寺島文庫の広報兼エリゼちゃんに登場していただきました。とっても可愛らしい衣装を着てますね、はい、そうなの、エリゼ君は女の子です、はいはい、今日はエリゼちゃんが着ているこのような素敵な衣装を洗うときにとっても便利なおしゃれ着洗剤、ドライアップセルフクリーニング洗剤をご紹介します。およそ3分つけ込むだけで汗や皮脂、油汚れを溶かして落とすほか、柔軟仕上げ剤が繊維をコーティングするのでふんわりとした仕上がりにしてくれます。そして型崩れや静電気も防止してくれるということです。今の時期は着なくなったダウンを洗うのにも便利ですね。洗い方はこちらの動画をご覧ください。ドライアップで洗濯液を作り、ダウンジャケットを漬け込んで15分置きます。洗濯機で30秒脱水して洗濯液を振り払います。新しい水で1分間漬け込みすすぎをし、洗濯機で30秒脱水したらあとは干すだけ。汚れをしっかり落として仕上がりふんわり。このほかシルクのブラウスやワンピースも洗えるほか、ケチャップや醤油のシミ抜きにも使えるそうですよ。さらに抗菌成分配合で雑菌の繁殖を防ぐ効果もあるそうです。そしてなんと1993年発売のロングセラー商品ということなんですが、寺島さんいかがですか？すごいですね。だからサンスターって本当にいろんなことやってるんですね。そうなんですよね。これからの衣替えシーズンの際にセルフクリーニングできるのはとっても嬉しいですね。さあそれでは皆様からいただいた質問に参りたいと思います。55歳男性、自営業の方からです。入社式が行われた様子を見ていると新年度が始まったのだと感じます。入社式で演奏会があったりと豪華な入社式もあるのだと驚きました。寺島さんにとっても新しい気持ちになる4月なのでしょうかと来ていますが、僕はもう大学の関係者でもあるからですね、はい、新年度ってのはやっぱり希望にあふれてね、スタートしていってると思います。あの新入社員の方も学生もですね、はい、ですね。いやところがその一方でね、その何て言いますか、その世の中には先ほどの番組でも僕の語った格差と貧困じゃないけどもですね、いろいろ苦労してる人もいると、はい、で特にこのなぜ今日ね久しぶりにエリゼ君登場してるかっていうとですね、そこにエリゼ君貯金箱っていうのが ね、はい、ありますね。この寺島文庫の活動の一つにですね、子ども食堂とかね、はい、シングルマザーとかですね、世の中で非常に頑張ってるお母さんたちもいるわけですよ、うん、でそういう人を支援する活動としてね、例えばそのエリゼ君をシンボルマークにしてチャリティーコンサートだとかですね、うん、去年もやってきたんですけど、今年はチャリティー講演会もね、はい、この寺島文庫としてちょっとやってみようとかですね、そのいわゆる親子ですね、シングルマザーズの親子を地方の、まあ、農業体験なんかに行ってもらうなんていう企画を去年もやったんですけど、より踏み込んでやりたいっていうことでね、うん、まあ、ますますそのエリゼをシンボルマークにしてですね、はい、要するに世の中の一つの抱えてる課題にね、この文庫としても向き合っていければいいなっていうふうに思ってます、うん、これからのエリゼちゃんの活躍にも期待したいですね、うん、ありがとうございます。さあこのコーナーでは皆様からの質問をお待ちしております。詳しくは番組ホームページをご覧ください。これ行ってみようか。あ、いいんですか？はい、どうぞどうぞ。エリゼちゃん、じゃあ自由にね今日は動いてもらって、はい、このコーナー締めさせていただきたいと思います。興味津々ですねそれではまた。寺島文庫ではこの番組のサポーターを募集しています。詳しくは寺島文庫ホームページをご覧ください。サンスターの提供でお送りしました。